はい、皆んおはようございます。7月、じゃねえや、8月9日、月曜日となりました。皆様、お元気でしょうか週始め。今日は山の日の振り替休日ですかね多分、どうなんでしょうえー、祝日になるのかどうなんだよくわからんけど。えー、皆さん元気でしょうか月曜日って、 何なんでしょうねすごくだるくないですか皆様。日曜日ね、がっつり休んだはずなんですけど、月曜日ってなんかこう、朝から、体に力が入らないというか、こう、あだるいなぁ、ずーん、すごいな、怖いなぁ、っていう感じが、あの、すごいするんですけど、皆さんどうなんですかね。まあ、で、月曜日、結局、その感じで動き始めると、まあ、意外に、 こう元気が出てきたりすするんですけど動くまでがあの辛いですよね月曜日って <laughs>。まあやっぱりねその無理せずにえ毎日自分のできる範囲であの頑張って続けていくことが生きていくことが大事なんじゃないかと思う最近思うんですよね。最近その目の前の目前ことに 一生懸命なりすぎてねどうなんだろうっていうふうに最近自分で自分なりに考えて昔あの小学校ぐらいの時ってそんなじゃなかったななんて思ってこうほんと目の前のことを一生懸命頑張るっていうよりいかにすれば楽しくなるかとなんかそればっかり考えて生きてたなぁと思ってたんで最近はできるだけそういうふうに思うように考えて生きてたりしますでは皆様今日も 清くほがながに、たくましく生きていきましょう。ありがとうございます。今週もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。さよなら。さよなら。ありがとう。